はい、というわけでですね、本日なんですけどもノーカット10分でいきたいと思います。はい、ライバー生活ですね、1週間経ちました。そういったところでを踏まえて、やっていきたいなと思います。今回のお題はこちら、ででん、ライバー1週間絶望と至福、語ります。というわけでですね、たくさん書いてきましたのでこちらをですね、10分カウントでやっていきたいなと思っております。まずですね、順番にいきますよ。まずは絶望シリーズ、ででん、こんなにやります。では順番にいきたいと思います。はい、まずこちら、自分の神々トークで絶望しております。はい、続きまして、連発で探っているトークに絶望しております。続きましてこちら、言葉名が思い出せず話も飛んでしまうときに絶望しております。続きましてこちら、喉がカラ、はい、喉がカラカラ、水飲みすぎてタプバラになっていて絶望。いや、これあるんですよ。はい、続きましてこちら、5番、松なぎでとりあえず水を飲んで、というわけなんですけども、まあそういった話でですね、なんですけども、というこの水を飲む松なぎもうやだ、自分に絶望。はい、続きまして同じくこちら、松なぎでとりあえずナビに絡む、ナビ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 。ではですね、うちの愛犬をペットしたい、うちの愛犬を紹介したいと思います。オスナビーくんです。よろしくよろしくよろしく、という、愛犬を出して松なぎをする自分に絶望しております。はい、続きましてこちら、はい、リスナーと別のリスナーを勘違いして絶望。いやー、これあるんすよ。たくさん来てたらなかなか覚えられずね、この地域の方ですよねって言ったら、いや違います、あおー、絶望。はい、続きましてこちら、はい、配信終了ボタンを押した後に絶望。まあ、これは今ですね、ちょっと改善したんですけども、初回1回目と2回目、録画ボタンを停止した後、うわ、全然ダメやん。というこの絶望感、マジでやばかったです。で、もしライバーをやる方はですね、この初回1回目、マジでやばいです。自分のできなさに絶望します。続きまして、こちら。こちら。はい。リスナーゼロ状態をキープして、絶望。うわぁ、これこのままです。録画を押してるんですけど、誰も入ってきません。去りました。10分、20分。あれ？俺は何をしてるの？絶望感、やばい。あと7分ですね。はい。続きまして、こちら、配信を守れずに絶望。まあね、時間、例えばですね、22時半からやるって言っても、なんやかんやで、その、5分前ぐらいになって、やべ、時間ね、時間ねって言っても、1分ぐらい過ぎてて、スタートっていう、このね、自分で宣言してんのに、もう時間通りにできない自分に絶望しております。はい、続きまして、こちら。メーター、レベル上げ、ハードすぎて絶望。いやー、実はですね、先日、監督なんですけども、最低ランクの E ランクからですね、D ランクに上がったんですよ。ただ、メーターのサバイバルバトル、もうめちゃくちゃハード。アイテムが投げられなかったら無理、このハードレベルに絶望しております。続きましてこちら、はい、余計な一言を言ってトークが途切れ絶望。まあね、余計なことが何なのか分かんないんですけども、その言葉を出した後にコメント来ないな、コメント来ないな、もしかしてさっき変なこと言っちゃったのかという感じで絶望。続きましてこちら、知識量のなさに絶望。いや、これはすごい痛感しております。まあ、いろんなね、話とかを振られたりとかするんですけども、そのね、こうこうこうですよってコメントが出ました。ん？っていう、あれこれなんだっけ？出て検索する。このね、知識量のなさ、絶望しております。続きまして、こちら。ちなみになんですけども、今更なんですが、下に行くほど結構でかい絶望感を味わっております。はい、続きまして、こちら。はい、うまい返しの言葉が出ず、ノートを見て時間稼ぎするも、時間稼ぎする自分に絶望。あ、というわけなんですけどもね。はい。というわけでと言って、答えが書いてるわけではないのに、ノートを見て、その場の松なぎをしていく自分に、マジで絶望しております。続きまして、15番、こちら。はい。読解力のなさに、まあ、これはね、文章特有なんですけども、例えばここにコメントが出ます。で、他のね、リスナーの方が、他のコメントを出します。で、これとこれはこういう意味ですよっていうのは分かっているのが普通なんですけども、まあ監督、読解不足のせいで、これがこれでみたいな感じとか、あと、もう一回整理しますね。誰々がこうやってって言って、いや、なんか、あれっていう感じのこの読解力のなさ、もう絶望。
はい、続きましてこちら、この、ここ、熱く語っていたらいなくなって独り言になっていて絶望。これあるんですよ結構。まあね、自分の好きなテーマが振られてきました。いやそうなんですよね。いやでもどう思います、いないやん、うーわというこの絶望感ね。あと4分やばいぞ、ちょっと待って、絶望多すぎる。はい、こちら、17番ですね、完全ボックス狙いで質問しても無反応だけど絵文字とスタンプでボックスを取ってくる。いやこれはねボックス枠でいいですよって言ってるんですけども、なんやかんやってやっぱり来てくれんだったらちょっと話したじゃないですか。でね、ポコちゃんなんですけども、コメントをね、ポンって押したら確か1分ぐらいは、カウントが進むんですよ。でそのねコメントって返してくれるのが普通なんですけども、まあ、絵文字だから反応しようがないじゃないですか。こっちはトークこういうことってどうですかねとか言ってるのに絵文字がポンとくる。でもう一回、であれ、なんとかさんって言われてもまた1分後に絵文字が来る。見てるのに反応してくれない、この絶望感半端ない。というわけで3分なんですけども、ちょっと急いでいきますね。逆に今度は私服シリーズ、ペース飛ばしていきます。容姿を褒められ、私服、いやこれはねいいですね。はい、普通普段は言われないので。はい、続きましてアイテムを投げられ私服。いやね、まあ、1円でも2円でもねチャリンチャリンって、こんな自分にもらえて、あげていただきありがとうございます。続きまして、感謝されて私服。いやもう感謝は嬉しい嬉しい、ありがとうございますとか最高ですとかやったら嬉しいです。はい、急げ、何回も来てくれて私服。いやーこれはね何回もね同じ枠に、あ前回来てくれましたよねっていうこの掛け合い、一回初見の方は初見で出るんですけども、初見じゃない方はですねなんかそういった言葉が出てくるんですよ。で、2回目3回目とね、まあ何回も来てやっぱり監督を覚えるので、まあそういったね何回も来てくれてありがとうございます。続きましてあっという間に時間が来て、はい、まあ、ライバー活動を1回2時間ペースでやってるんですけども、あんまり人が来ないときは本当長いんですよ。で、もうこの時間っていうこのね会話が弾んで楽しい時間、もう最高です、ありがとうございます。続きましてこちら6番めちゃくちゃ笑って、まあ、内容によってはねもう本気で笑う、この気持ちありがとうございます。続きまして、心配されて、まあ、正直そんなにね、普通普段の人って他人とかに大丈夫ですかとか言わないですよね。まあ、ちゃんとね、心遣いというか、ありがとうございます。続きまして、あだ名をつけられ、ありがとうございます。いいですね。いろいろ言ってください。何でもいいです。あと2分。続きまして、こちら、共通話を見つけて、アニメワンピースフィギュア。やっぱりね、この、ポコチャをやる、一つのメリットとしてはですね、自分の好きな話とか共有したいもの、アニメ、フィギュア、自主映画、YouTube、これで話せるって最高です。ありがとうございます。続きまして、仕込みに気づいてくれて、はい、これなんですけども、監督 BGM に波の音流してるんですけど、なんか波の音聞こえませんかって言われたら、はい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 、こういう理由ですよ、みたいな感じでやるこの掛け合い、ありがとうございます。気づいてくれてありがとうございます。このハッピーとかもね、一応理由があるので、北海道ワンピース大好き。はい、続きまして、11番、ナビー人気で私服。あと1分。やっぱナビね、やっぱ愛犬を褒められるのってやっぱり自分と同じ感じで嬉しいです。意味がわかんない。次、12番メーター上がって嬉しい私服。これはそのまま、続きましてこちら、話していて心が晴れる。今なんか自主映画のね葛藤とかを話しているうちになんか本当にありがとうございます。なんかねやる気が満ちてきたっていうところもあるんですよ。次、また来るねと言われて最高私服です。いやー、まあ、来てくれない人もいいんですけども、また来るねって言って帰ってね、また本当に来てくれたら本当にありがとうございます。続きまして、知識だったりアドバイスをいただけてありがとうございます。はい、というわけでですね、こんな形で、今回なんですが、ライバー1週間絶望と私服を、10分間で、紹介していただきました。あと50秒ぐらいなんですけども、はい、そんなわけでですね、1週間ライバー生活、まあ楽しさもあり、苦しさもあり、まあそんな感じでやっておりますが、もしですね、興味がある方、概要欄にですね、ポコちゃんのアドレス、URL を貼っておりますので、もし興味がある方はですね、今言った話とかね、なんか振ってくれたりとか、やってくれたらもう、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、人来ないときは本当に来ないので、もうぜひともですね、興味ある方話しましょう一緒に。はい、あと28秒です。というわけでですね、まあ、一応 YouTube 動画もこれから出していくんですけども、こういったライバー関係の動画もですねこの後紹介していきたいと思いますので、このポコチャ興味がある方はですね、一つ二つ前のところにポコチャとは何かとかライバーになるぞっていうそういう目的を語った動画がありますので、ぜひとも、見ていただければなと思います。はい、はい、はい、はい。まあ、一応ね、初期の頃よりかはトークが上手くなってるかと思いますので、あと3、2、ありがとうございます。監督をよろしくお願いいたします。では。